ってことで、ついにやります。いきます。ということで、今回ですね、ついにレジェンドストーリー最後のステージの方ね、やっていきたいと思います。ということで今回ですね、3つのステージの方ですね、こちらの方をですね、音声後取りでとりあえずちょっとね解説していきたいと思います。どこだっけな、なんか途中まではね、画面の収録だけはしてあったので、まあ、先にこちらの方ちょっとね、先に載せていくということでよろしくお願いします。ということで一番最初決断の時なんですけれども、これに関してはなんだろうこれは、まあいいや、これね何ヶ月前かな、もう多分さらもう相当昔の動画だと思います。はい、なんか実際はね、レジェンドストーリーをなんか終わらせるようななんか動画の方を作ろうと思ったんですけど、なんかなんだかんだで、このファイルがどっか行っちゃってて、あやんなくていいかなとか思って、でそれで結局レジェンドストーリーも進めることになってて、ずっとこのまま放置だったんですけどもね、なんとか整理してたら見つかったので、まあ、これをきっかけにね、ちゃんと進めていこうということで、まあ、それもね、まとめて動画にしようということで今やっております。ということでちょっと長くなるんですけどもね、まあとりあえず、まあ、解説は多分ほぼほぼ多分ね、できないと思うんですけども、まあ雑談しながら、できたいと思います。まあ一応ね、こちらのステージ、パートどうしようかな、どうなるか分かんないんですけども、まあ一応ね、最後のステージが終われば、やっとねレジェンドストーリーの方が終わって新レジェンドの方ねなんとかね、いけるので、まあ、とりあえずそこちょっと目指そうかなと、やっと頑張ります。で、今収録してるのがねちょっとね、まあすぐすぐ上げてるかわかんないんですけども、にゃんこ島の方がまだちょっとこちらの方がまだ制覇してなくて30半ばぐらいかな、ちょっとあれも忘れてて、先にそちらの方を優先してレア付け回収してからね、レジェンドストーリーの方を優先していきたいので、まあちょっとそれはちょっとスタミナのね、あれとちょっと調整しながらやっていきたいと思います。ということでこれ勝ててるの大丈夫かな、勝つよね、まあ勝っても負けてもまあとりあえずあの一応多分進めてはあると思うので、まあ、多分クリアしてあるんで、あそこはまあということで確認してみますか。で一応こちらのステージ全部何ステージあるのかな、なんか最後のステージなんかえぐいらしいんですけどもね、まあそれ頑張りましょう。はい、ということですごい長いですね。でなんか猫ボンとニャンピ使ってありますね。普段あんまりアイテムとか使わないんですけどね、その時は多分かなりねもうなんかもう勝ちたい一心で多分使ってるんじゃないですかっていう感じで、そんな感じですかね。本当にレジェンドストーリーマジでやばいと思う。やっとなんか手をつけられるのかな、なんかちょっと安心してるんですけども、一応なんかねサブ赤の方が一応ね、あと区切りの方がついてね、データの方も一応消去はしたので、まあ、それでね、なんかちょっと、こちらの方もできるなと思ってね、それをきっかけにちょっと、今回ね、やっていくって OK になります。まあ別にね、砂漠あってもね、やればいいじゃんって話なんですけどね、まあ、そこはちょっと遅れないといけない。そんな形で、ということで、結論の時は、これで終わりかな。あ、無事良かったね、勝てましたね。ということで、なんでこの編成になったか分かんないんですけども、多分完全にあれですね、多分攻略とか見て、これの編成でいけんじゃないのっていうことで多分やってるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ多分基本的にそんな感じですね。もうめんどくさいとかね、もう初見でなんか勝つのめんどくさい時とかは、基本的には多分こうほとんどしたりとか、 OXP が、ドロップしましたね。ということで、次のステージも行きましょうか。はい。行くのか？行くのか？行くのか？まだか？ちょっと待って。タイミングがね、全くわかんないんで、まあ、とりあえず多分、この間は何だかわかんないんですけどもね、多分もしかしたら多分スキップすると思うんで、ちょっとお待ちください。はい。いや。動画スキップしないんかい。あ、やっときましたね。じゃあ次、復習の準備、いきまーす。やっぱね、なんか1ステージあたりの正気のね、統率力めちゃめちゃやばいね。っていうことだ。これ何？アイラブジャパン。これ、ニャンコンボ組んで、あー、なるほどね。お、これで勝てるのか。なるほど。まあいいや。しかも、超特急がまだ第二形態だからね。これ、相当前だよね。やばいな、ちょっとこれ。いつの動画なのかちょっと知りたいんだけど、でも知ると絶望するよね。もうそんだけなんか何もやんなかったのかっていう感じがするんでね。そうだね、一応、まあ、新レジェンドの方も触れていって、で、それでね、やばい、これ大丈夫かな？これで勝てるか？あ、でも勝てるか、一応。猫本で動きずっと止められれば問題なさそうだけど、ちょっと怖くね、普通にこれ。大丈夫？
あ、そういうことね。まあいいや。あ、やばいやばいやばい、結構やばくない、結構やばくない。おお、大丈夫なんだね、大丈夫なんだね。よかった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 。まあ一応、新レジェンドの方をね、とりあえず、そちらの方をなんとかね、まあぼちぼちで終わらせられればね、またサブアカをどうしようかちょっと今悩んでるんですけどもね。まあただ単にね、機種変更するのがめんどくさいっていうことで、サブアカの方ですね、サブアカっていうか、まあ、サブ機かな、うん、もう一つのね、端末に関してはなんかめんどくさくて、まあ、だったらちょっと消しちゃおうかなっていう感じの、経緯で消したんで、とりあえずまた何かね、そうだな、新レジェンドがもしね、安定してからまあクリアできてね、とりあえずなんかもう一旦なんかもうこのアカウントはいいかなって思った時にまたやろうかなとちょっと思ってるんで、まあとりあえずちょっとこちらの方ね、先にちょっと優先的にちょっと、頑張っていきましょうか。はい、あまりねこのアカウントの方は最近ちょっと触れてないんでね、まあたまにはいいのかなと思います。ということで、ちょっと待って待って待って、このさ赤いやつかなり新キャラなんだけどさ、なかなか最近見ることなかったんだよな。まあいいや。っていうことで、これどう、大丈夫かこれ、大丈夫、勝てるよね。なんかずっと極上でなんとか壁になってもらってるけどさ、これあれか、ムート出してでそれで削っていくやつかな多分。勝てるよね。まあ1ステージあたり、おお倒した倒した。まああたりのね、このなんだろう、時間がかなりかかってるんですけども、まあ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 しょうがないということで、あ、ここまで入れば問題ないね。まあこういうタイプは中に入っちゃえばおし、オッケーっていうことで、これも無事クリアですね。多分次のステージはね、多分めちゃめちゃ時間かかると思うんですけどもね、どういうあれなのかわかんないですけどもね。まあとりあえず行きましょうか。ちょっと待って、なんか炭酸の飲み物飲んだからすげえゲップしたいんだけど、ちょっと我慢して頑張りましょう。はい、じゃあおし、オッケー、終わりです。ということで、次は何のステージだ、これ全部で何ステージあるのかな、また8ステージぐらいあるのかな。はい、ということで次ですね、栄光のグローリーということで、まあ、こちらでとりあえず今回、一旦終了にします。あれれれれれれ、これはとりあえずなんだ、待って、技術士いるんですけど、これはおーおーおーおお、どうやって勝つのか全然わかんないんだけど、まあいっか、とりあえず見てみます。ひたすらなんか壁出してるんで、これどうやるのこれ。でもまたムートがいるんで、まあ多分ムートたぶんご用意するんじゃないかなと。あー来たこいつ、わわ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 、なるほど、あ、そいつを動き止めるためにあれか、入れてやるのか、そういうことじゃないかな。やっぱ後半になってくるとやっぱちょっとね、敵がちょっとなかなかえぐいな。この繰り返しなんだかな、てか潜ったぞあいつ。あれか、潜って手前に来た時に技術使うんか、多分今のところまだ大丈夫そうじゃないかな。あいつが潜ってね、攻撃したらもう本当にもう終わってしまうんでね、多分ワンパンで多分負けるんで。わーすごいな、なかなか際どい戦いしてるぞこれ。無事勝てるよね。で多分動きを止めてる間にあれだよね、ミュートで多分ズボ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 多分攻撃していくんじゃないかなとちょっと思われるんで、どうなんでしょうかって感じがするんですけど、おー真ん中割れてますね。おーなんだこれ、ちょっとすごいなんか不安でしかないけど、これ勝ったよねちゃんと。ということで、かなり多分これ参考にはならないよね。しかもこれいつの動画だかわからないっていうね。あ、徐々に攻めてきましたね。なんだっけ、王さんだっけ、なんかそれっぽい名前だった気がするけど、で多分顎を上げてる時に多分あれだよね、顎を上げてるっていうか口上げてるか。いや待って、これどうするの、ずっと見てるだけだよこれ。これなかなかえぐくない？なんか唖然として見るしかないよ俺これ。あ、でももう少しであれだよね、ほら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 、あともうちょいだね、あともうちょいしたら多分攻撃してくるんで、多分そこで多分移して多分攻撃、あ、出した、なるほど、ここだ、ここでそうなるのね。で多分ニャンコン多分あれだよね、多分長くするやつだと思うから、多分自動的にこれだよね。でこれでどうするんだろう、あ、あれか、あ、そういうことね、オッケーオッケーオッケー、なるほど、あ、了解です。
分かった。まああいつ倒せるのは問題ないとは思うんで、でこっから多分攻めに入るんじゃないの。入んないよこれ。このムートはなんだい、まだ出さないかな。で多分割と多分もう攻めてあるん でこの棺桶のワンコが多分倒れれば、多分あとはムート出せば、まあ割かしいいんじゃないかななんて思うんですけども、どうなんでしょうかね。え、何これ、全然何問題じゃないんだけど、これおーおおお、あ、来た、ここで出しましたかっていうことで、はい、全然ダメだなこれ。ほらダメでしたね、まさかのまさかの。うわ、なるほど、残りの時間はこのなんか長い戦いを続けるのね。これめんどくさいんだよねこれ。なかなかさ、そうキャラ出してもさ、タイミングよくこれ攻撃食らうみたいな、それで攻撃できないみたいな、これめちゃめちゃめんどくさいんだよね。これなんとかならないかなってすごい思う、本当に。だから本当にタイミングの問題だよね。タイミングも無理だろこれ。無理だよな、ほら全然攻撃できないから、まあ、だからあれだよね、 HP があるキャラでちょっと攻めていかないと厳しいかなと。ノックバックしちゃうんでね、まあそのためにここで今ジャラミが登場ということで、まあ多分これはジャラミが活躍するんじゃないかなとちょっと思っているんで、どうなんでしょうかって感じがするんですけどもね。さあどうでしょうか。あ、やっぱりなんか諦めたね、学習したみたいだこれあ、このままじゃダメだみたいな感じで、多分中入れて多分攻撃はできるはずなんだよね。ほらここからだね、まあ、どれくらい耐えられるかが問題なんですけども。おお、いいよ、あー、いいね、押し出してぞ。おお、なるほど、ということでここで多分ね、思いましたね。ということで多分このままジャラミ作戦が多分ね、決行されていくと思います。いや、この残りのね、多分4分ぐらいは多分ずっとジャラミのこの活躍で、お財布溜まったらまたムート出してみたいな感じの繰り返しなんじゃないかなと思います。多分そんな気がする。まあ、あとはあれだよね、ジャラミでね、押し出して、お、行った、じゃあ大丈夫だわ。なるほど、まあ、あとはね、押し出しやら問題ないんですけどもね。あれ、なんか残りまだめっちゃ時間あるんだけど、これ何なんだろう、ちょっと待ってよ。まあいいや、このままちょっと見ていきましょうか。あ、もしかしてそういうことか。来たよこれ一番微妙なやつこれずーっとほらだから地道にずーっとこれやっていくやつだ。いや、マジかよ、一番微妙じゃんこれということで、まあ多分残りは多分ずーっと多分この繰り返しなんで、まあいいや、そんな形で多分まあ勝てるとは思うんでね、もうこの辺でいいと思いますよ。ということで、まあとりあえずね、レジェンドストーリーをちょっとね、こっからちょっと真面目にやっていくんで本当によろしくお願いします。あとはね、星別、難易度別の方もね、少しずつちょっと埋めていかないとね、なんかレジェンドクエストとかにね、ちょっと響いてくるので、まあそちらの方もちょっとね、やっていければなと。まあちょっとメインの方もね、できるだけちょっと進められるところはちょっと進めてきて、まあちょっとね、またサブアカの方をね、ちょっと、またあれですかね、再開できればなと。結構再開の声がなかなかコメントでいただいたので、まあ、あの動画、前回の動画かな、そうなかなかちょっとねお声があったので、ちょっとなかなかビビるじゃないですか、ね、まあ、ちょっとねコメントいただくとまた、ちょっと再開したくなるんですけども、まあとりあえず、まあ、それは、まあ、まだちょっとね、近日には多分難しいんで、まあ、まだこのメインのアカウントの方をね、すぐ満足いくまでちょっとやっていってから感じかなっていう感じがするんで、まあ、とりあえずそれまでは、しばしお待ちを、こんな感じですかね。あ、ということでムート出しました。これで割と攻められるんじゃない、もう一回攻撃して、多分これ多分また終わる、ほらね2回で負けてしまうと。いや、微妙、これは地道な作業だね。なんかもう一個このサラダ欲しいね、サラダがいればもう少し変わるかなとは思うんですけども、あとはもうちょいですね。そんな形で、そうだね、残り何ステージあるんだろう、多分あとまだもうちょいあると思うんで、パート2別に多分やるとは思うんですけれども、まあとりあえず、次も、まあ、これぐらいの長さでやればいいかな。まあ1ステージあたりの時間どれくらいかかるか分かんないんですけども、まあ次ね、まあ、命のせせらぎに関しては、多分収録してあるかなと思います。もしダメだったらね、ちょっと、一回やり直しますけど、まあ多分一応探してみます。はい、ってことでクリアいたしました。
で、そんな感じで終わりたいと思います。で、次回ですね、引き続き、進めていきたいと思うんで、とりあえずちょっとね、少しずつ頑張っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。ということで、引き続きレジェンドストーリーの方を終わらせていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またねー。